とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー、マルチプレイやっていきたいと思います。一人落ちちゃったな。まあいいや。進んでいくうちに入ってくるでしょう。では、1階からやっていきます。で、今回のマルチですけども、合計で3回やります。なので、途中でね、人が変わるかもしれない。いや、変わる。うん。途中で人が変わりますので、うん、そこのところよろしくお願いします。まあ、27階なので、9階に1回ずつぐらいかな。パーティーが変わると思います。まあ、とりあえず1階は、特に問題は、ないですね。うん、まだいる。おお、余裕だね。一回余裕。次行きましょう。特になしでいいか。はい、では2回行きましょうか。いい？エンチャント入れたかな。 OK、 じゃあ行きましょう。このね、2階がね、難しいんだよね、若干。 OK、 やば、ちょっと待って、いきなり結構、あー待って、マジかマジか、そうポーション使うの忘れた。すっげー出てくるな。ちょっと頑張れ。いやー、あのエンチャンターが本当にね、くせ者だわ。ここのエンチャンターくせ者だなぁ。あ、落ちた。一人落ちた。あ、いや、一人生き残ってるんだ。いや、厳しい。厳しい、厳しい。エンチャンターを、まずなんとか、倒す気はないよね。よし、ここら辺にエンチャンターが出てくる。で、まだ出てくるでしょ。 OK、 エンチャンターをね、まず潰していければいけるはずなんだよ。 OK、 ナイス。あ、怒りいいね。お、入ってきた、戻ってきた。よし、このエンチャンターをまず、 OK、 潰した。このエンチャが問題なんだ。 OK、 いけたかな。2回クリアで、まあアップドラフトでいくかな、いつも通り。みんなもアップドラフトだった？うん、全員それだったらばやりやすい。あー、2人怒りがいるんだね。いいんじゃない。お、やべ。 OK、 おお、いいね。アップドラフトいいよ。どうだ。まあ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 、こんなもんでしょ。やばい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 、危ね。ナイスです。いいよ。で、ここで終わり。まだいる。あー、そっちか。 OK、 うんうん、マルチはやっぱ早いね。いやーん、俺キャム持っていこうかな。あ、でもマルチプレイだったらどうなんだろうな。まあいいや、行きましょう。マルチでキョムは、いや、意味はあるか。うん、倍率はちょっと出しにくいだろうけども、うん、意味はあるね。じゃあいいんじゃない。 OK、 最初から武器を取っていくと意外と役に立つところがあるね。終わり。俺待ってていいかい、こっちで。 OK、 4回クリア。ドラ、俺もドラを持っていこうか。あ、いや、一人持っていくならいいか。
いや、2人は持っていきたい。行きましょう。 OK。 おー、いいね。いいよ、いいよ。いいね、アップドラフトめちゃくちゃいい感じじゃん。いっけ、いいね。アップドラフトすっごいいい。でもマルチでね、こんだけ敵が出てきてくれるならアップドラフトがすごい輝く。終わりかな。おいし、ウィザーだよね。みんなウィザーだ、間違いない。んでクルダウン入れてと。すごいな。ああー、間違えた、かぶった、かぶった。かぶらないようにね、打ちたいよね。かぶらないように打ちたい。で、いいね、いいね。みんなアップドラフトを使うと結構気持ちよく倒せる。よし、終わり。早っ。虚無剣で行こうかな、俺は。うん、いや、いや、いいか。うん、で、ここで、ウィザーを俺は上げていきます。んでは次、8回です。どうだ。おお、意外と硬えな。よし、硬い硬い。どうや、いいんじゃない。ここはそんなまだ敵は多くないでしょう。いいね、ちょっと俺もう任せてこっちで待機しよう。早っ。いらんかな。で、9回、ここも特に、あー、うんうんうん、ヴァンガードが出るけども、そんぐらいか。敵の数もそんな多くないだろうし、問題はないはず。しゃ、いいね。もう終わるんじゃない、まだか。意外と、よし、どこだ。よし、終わり。もう終わったんじゃない。いや、どっかに隠れてるな。あー、いいか、このままで。んで、10回でーす。ここもまあ問題ないでしょ、おそらく。お、あ、クリーパーにやられたね、おそらく。おそらくクリーパーにやられたんでしょう。 OKOK、 ナイス。アップドラフトいいな。全員がそれだと気持ちよく決まるね。よし、矢は取ろう。へい、うんうん、ああ入っちゃった。それでは、2周目ですね。11回です。あと1回やられたらおしまいだね。2回が難しい。うん、今シーズンのマルチは2回がとにかく難しいね。あれどうやって簡単にいくかな。2回はとにかくエンチャンターが多いし、強い敵が多すぎてね、難しいのよね。 OK、 行くぞ。まあ2ターンとか3ターンでは倒せないけども、まあ無難にね倒していける。うん、早めに弱点露出もできるんで問題ないでしょう。えい、いいんじゃない。よっしゃ、いそう。あー、うまいことね、ダ
メージがいかんで、うまいことダメージが、入ったらいいんだけどな。アップドラフトがさ、そううまくもいかないか。こっちおしまい、こっち OK。 招待が来るな。 OK 行くぞ。よし、あーダメだったか。まあ仕方ない。 OK。 よし、もうよし、やばい、多いな、やたら湧いた。よし、ここで倒せるね。11回クリア。次行きましょう。今回は19回ぐらいまで行きますね。19回ぐらいまで。では次12回行きまーす。 OK。 今シーズンね、ちょっと、あ、間違いない、報酬がね、期待できるかもしれない。うん、黄金3が出たんだよね、さっきの報酬で。なので意外といいのが出てきてくれるかも、うん、かもしれない。あれ、いないぞ。俺はちょっと待っとこうか。 OK。では13回いきましょう。あ、俺もエンチャントなんか入れていこうかな。なんかエンチャを呼んだから金属性ぐらいをちょっと入れようかな。しゃ、ちょっと待ってね、金属性を、あ、追い打ちは2だな。すいません、パリ招待されても入りませんので、そこのとこはよろしくお願いします。で、開けといてこっちに入ってもらうのは構わないんですけども、招待されてもまあまあほぼ 100% 入りませんので、お願いします。招待しないようにお願いします。次、ここは、クリーパーが若干出てくるか。いや、出る？あ、若干出るか。でも、特に問題がある敵はいないし、いけるでしょう。まあ、ネクロマンサーが、2、3体出るぐらいか。出るよね、ネクロは確か。あ、出た出た出た。いけ、硬いね、さすがに。あ、ここだここだ、ここクリーパーが3匹ね、3匹同時に。まだいるんか。意外とアップドラップは最後まで役に立ちそう。怖いか。14回クリア。次、これ怒り持っていこうかな。ちょっと待って、エンチャ入れるね。こんなもんでしょ。あぶねえ、嘘。ちょっと待って待って待って、心の準備ができてない。よし、羽が確かあったよね。いや、でも羽はな、いらんかな。うん、まあ羽もいいかもしれないけども、やめとこう。やば、危な、ちょっと待って、危ねえぞ。よし。クリアします。そろそろ変えようかな。んで、ウィザーかな。
ウィザーを上げて、で、次で、覆われた怒りにしましょう。んーで、次。ここは俺が鍵取りに行くか。誰か行く？行くね。じゃあ俺待っとくね。OK。これ、役割分担すれば、早いからね。OK。ちょっと待って、蜂が変なとこ向いてる。よし。やっぱり強いわ。怒りが強い。間違いない。OK。取りに行ってもらってるよね。大丈夫ね。ありがたい。よし。役割をね、やるといい感じです。いいか。で、18回か、19回は、あ、19回ボスね。OK。ならば19回ボスで、その次はまた違うパーティーになるかな。どうだろう。 OK。 今日は3回やる予定です。全部ね、ちょっと違う装備で試していこうかな。3回目なんでいこうかな。影、あ、いや、うーん、マルチで影はちょっと微妙か。お、愛のメダルいいね。やっぱり愛のメダルはいい。このまま。よし、ボス行きましょう。キョブ3入ってるよね。でも全員で攻撃するからあんまり意味はないか。おお、みんなで、みんなで一気に行ったね。これ、炎吐くぞ。危ないよ。あー、固まった。はい、おりー。19回クリア。なんもなしかな。では、続いて20回ですね。残り7回。うん。まあまあまあ、無難にクリアはしていってます。で、今回は、ボーンクラブだね。で、行きましょう。ちょっと待って。おい、シュッシュッシュッシュ。あそこにいるんか。同系色でわからなかった。よし、終わりか。いや、あー、この柱が引っ込んだら終わりね。よし、いらんかな。次ー、あ、待って、入れてなかった。危な。よし、愛のメダルいいね。俺も今度持ってこようかな。よし、どうしてもちょっとアーティファクト欄がいっぱいになりすぎてるんで、なんか削って愛のメダルでも良さそうね。よし、いい感じ。影のブリュー一応、あ、影のブリューじゃないや、影の断片か、持ってるけども、まあボス戦ぐらいでしか使いようがないね。 OK。 あ、トライデント持ってる俺。まあいいか、トライデントはトライデントで OK でしょう。次、危ない危ない、やばいやばいやばい。じゃあ、あ、多分今のね、雷当たったかも、誰かに。よしよし、 OK。 でも誰もやられてないからいいでしょう。ああ、弓全然使ってないや。弓をどんどん打っていこう。よっしゃ。でも影の断片使ってからの、痛みサイクルマックス、相当ダメージありそうだけどな。あ、もう終わり。いや、無知。まあまあ、ツタの無知にするか。で、23回。
リーパー多めだね。うわ倒しきれない、倒しきれないんかい。火力不足か。クリーパーは2発だけども危ねえ。雪ゾンビは一発で倒せるね。よし、気を抜かなければやられることもないし、まあもしもの時はね、影の断片があるんで逃げ切れる。いいよ。ああやられた。ありがたい。よし、終わりかな。で次商人、商人では、ボーンクラブをあげようかな。で残り2回頑張っていきましょう。ボーンクラブと次、あーここでこそ、うん、愛のメダルが欲しいよね。ナイス、ここは愛のメダル絶対いいわ。強力な敵がいるところではもう絶対必要よね。こっち側結構出るな。 OK、 よっしゃー、 OK、 まだか。さすがやね、敵の数。あ、これ仲間か。あと上でしょ。ここ忘れがちだもんな。クリア。工具でしょ。よし、でこれでラストですね。エンチャントを入れていけ。ああ、いいや、この上からちょっと打ち込みをこう。うん、もうこの装備になるともうそうそうやられないでしょ。大丈夫よ、俺はもうこっちからもう進みよこう。多いな、すげえな。よし、ちょいちょいちょい、こっちすごいね。よし、おお早い、4人マルチ早いよ、クリアが。ではボス行きましょうかね。無謀を入れよ、無謀を入れて速攻で倒しましょう。お、ギリギリだったな。無謀でさらに、ドラと断片使えば、おお、いいんじゃない。お、いけたいけた。嘘、マジか。まあまあまあ、このあといけるよ。よっしゃー、さあ3周目はいいの出るのか。どうでしょう、1周目2周目、まあちょっと微妙でした。微妙。火炎フォーカス、オーバーチャージ、あー全部微妙ですね。はい、ということで今日は、タワーマルチプレイでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。